どうもこんにちは、バツ2です。今回はもう誰も教えたくはない、上手い人がよく使うマジで見やすい武器スキンを紹介します。皆さん、上手い人のプレイを見ていて、あることに気づきませんか？そうなんですよ。案外ほとんどみんな同じ武器スキンを使用しているんですよ。ということで今回はそんな武器スキンを全部で5つ紹介しようと思います。この動画を見ていただくと、上手くなるための近道を知ることができます。また、今回はバトルパスのスキンや、再販されないというものはもう全て省いて紹介しますので、もしも再販来た時に、絶対に損しない武器スキンを知ることができます。特に最後に紹介するものは、実はクラウドメタルだけで買える、常時販売のくせに、プロはみんな使ってるのに案外誰も使ってない武器スキンですので、ぜひともこの動画最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは Apex が100倍楽しくなるをテーマとしたスキンなどの紹介動画を毎日19時にアップしていますので、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは早速本編衛星編創生。さあ、まず第5位の紹介です。こちらの最近出たもう最強武器スキンですね。正直これマジで欲しかったんですけど、悩んでたらその期間過ぎてもた。大学の課題の出し忘れと同じですよ。マジであの時無理してでも買っておくべきでした。そんな上手い人がよく使うマジで見やすい武器スキンがこちら、 R301 のスキン、アメジストアパシーです。機体をとうとうカービンの最高到達地点、行くとこまで行ったらこんななるんだね。これはもう完全に競技用のスキンです。ちなみにこちらのスキンはシーズン10のコレクションイベントエボリューションにて登場したスキンです。正直これはね、エボリューションのイベント史上一番入手すべきスキンでした。多分もうね、再販来る頃にはもう21世紀ももあって、もうドラえもんも誕生して、コロナウイルスも収束しきってることでしょう。はい、こちらが世に言うアイアンサイトです。見やすいね。もう見やすい見やすい。やっぱりこの下のボタンが気になるところであるんですが、どなたかもこのボタンの意味教えてほしいですね。自分の憶測を言うなら、多分ね、単発に切り替える時に使うと思うんですよね、このボタン。でもにしてもボタンの数が多い。やっぱりこれコマンド入力が必要ですね。上、上、下、右、下。では次、第4位のスキンです。これはもうぜひともこのスキン愛用している方には、ゲットしといてほしい神スキンです。これとは別にいいスキンあるのに、なぜかこれを使われるとスタイリッシュでとても見やすい、一度で二度美味しいスキンです。そんな上手い人がよく使うマジで見やすい武器スキンがこちら、 R99 のスキン、トータリーナーリーです。さあ、久しぶりに来ましたね、言いにくいカタカナ。トータリーナーリー、トータリーナーリー、トータリーナタリー、誰？これはね、比較的に見やすい部類に入る R99 のスキンです。一度使ったことがある方ならもう絶対わかるんですけど、これってね、本当確かに見やすいんですよ。まだ普通のナイナイ使ってる方はぜひともこれっきりのやつ使ってみてほしい。すぐ手に入るものだと、これのオリジナルスキンのキルスイーツとかなんかおすすめですね。福田がブワーって何言ってんねん。このジュラシックパークみたいな見た目がまあ魅力的なんですよね。まあ自分ジュラシックパーク見たことないですけどね。なんなら恐竜苦手ですからね。せっかく親に買ってもらった恐竜の図鑑、一度も開かずに人生終わりました。こちらが世に言うアイアンサイトです。見やすいぜこれ、めっちゃ。これに H ココとかつけたらなんかほんともっともっと使いやすくなるのよこれ。まあ俺自体はこのスキンではなく、壁地のなだれっていうのを使ってるんですけど、そういうと使い始めてから R99 を愛用するようになりました。上手い人って R99 使いがちだよね。やっぱ強いんですね。もうリコイル制御がうまくいった時のもう敵の解き具合がもう癖なんだよこれ。もうぜひこれはもう買ってほしい。買えもうかかかかでは次、第3位の紹介ですね。こちらも自分使ったことないんですが、配信者さんとかがよく使われてますよね、これ。見た目自体は、おしゃれではないんですけど、欲しいんだよな。そんな上手い人がよく使う、マジで見やすい武器スキンがこちら、マスティフのスキン、アテナの典型です。こちらは一体何をテーマとしたスキンなんですかね。4日くらい寝なかった時の眼球くらい意味やから色合わせしてますもんね。ちなみにこちらのスキンはシーズン10に来た、違う、シーズン8か。待って、8かな？ 8、 待って、8かな多分。シーズン8ですね。8です。の時に来たカオステオリーってことは8よね。うん。結構最近なんですね、これ、案外。じゃあこれ持ってる人多そうなのでね。このカオステオリーイベントで出たアイテムの一覧を見てみると、なんとなくですが、何をテーマとしたか分かってきました。それが中世のヨーロッパ系の雰囲気を感じたんですよ。だからアテナっていうことなんですね。そしてこれが世に言うアイアンサイト。オリジナルの方とまあ似た感じなので、ADH した時はめちゃくちゃ見やすい。TY、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 TY。今の時代マスティフはもうこれか、マスターブラスター、タクというかリタクかね。それら以外の上手い人はもう使ってないです。でもね、ちょっと色や形がうるさいので、おすすめしたいかと聞かれたらちょっと待ってって感じですね。それならマスターブラスターの方が使いやすいな、使ってほしいな。うん。でもなんか上手い人たちは使ってんだよ。質問来てへん。ジブがマスティフを使わないのは犯罪ですか？結論、罪には問われないが、場合によっては死刑。ジブにはガンシールドっていうパッシブスキルがあんねんな。それをうまく利用してドンファイトをするのは決して悪いことではない。しかしそれを使わず EV8 とか使って腰打ちまくるようでは極刑待ったなしやな。他にも他のことあったら質問してな。悪夢法律事務所。ではとうとう第2位ですね。第2位も第2位らしくすごくいいんですよこれ。もうこれは叶わぬ恋に妥協をして君を選んだよって言わんばかりのスキンです。そして上手い人は全員御三家というわけではないんだよってことを教えてくれたスキンです。そんな上手い人がよく使う武器スキンがこちら、フラットラインのスキン、ティールジルです。これ使ったことねえし持ってねえんだよ。これも再販来た時に買おうかどうか迷って分かんなくなって急に1週間過ぎた。時間の使い方がもうブロンズなんよね本当に。なんでオリジナルはあんな醜いアイアンサイトしてるんですかね。もしかしてこのためか。オリジナルのアイアンサイトが醜ければ誰もそのまま使いたいとは思わない。だから時間をかけて徐々に見やすいアイアンサイトを販売していけば、その都度スキンを買ってくれて売り上げを上げるという魂胆か。もし取れたとしたら商売うますぎ。それでシーズンパスの最終報酬でめちゃくちゃ見やすいスキンを出せば、またそのバトルパスの売り上げも上がる。バトルパスのスキンを再販しなくていいから、そのバトルパスの
の最終報酬のアイアンサイトは担保する。それだとしたら、いいえマジですごい。こちらつい最近再発出たスキンですね。ちなみにこちらのスキンはエーペックスの歴史の中で一体何回くらい再発されたかは知らん。そしてこれが世に言うアイアンサイト、一応ね、あのクソ見にくいオリジナルと比較のやつも出しておきます。見やすいといえば見やすい、元のサイトを知ってればこれは見やすいかな。確かにちょっと周りのものがちょっと少なくなって少し見やすくなってます。そろそろ新しく見やすいフラットライン再販っていうか販売してほしいですね。これも実は完全に EA の目論見、全てはEA のシナリオ通り。で、本日最後第1位の紹介です。これはもう俺も持っているので、上手い人が使いたくなる気持ちはよくわかる。なんかアイアンサイトがここまで見やすいのはちょっとずるいですよ。これこそもう完全にペイトゥウィン。今になってはもうこの武器を使うことはぐんと減りましたが、そしてその強さはもう一級品。そんな上手い人がよく使うマジで見やすい武器好きにはこちら、オルタネーターのスキン、ガルバナイザーです。クリスタルガイザーと似てます。オリジナルの方もかなり見やすくなってますが、この方のスキンは段違いに見やすい。ここだけの話、ケアペケでこいつが出てきてやべえ使わないとってなった時、いや普通にアイアンサイトに切り替えてから使うんですよ。まあデジスコア苦手っていうのもあるんですけど、それほどアイアンサイトが見やすいって話なんですよね。これマジです。これはクラフトメタル1200を使ってニュースする方ではないです。実はごめんなさい、なんか矛盾してるんですけど、ただ今はこのオルタネーターをメインで使うことは少ないので、ナイナイとかボルトの方をメインで使うから、クラフトメタルを1200出す価値はもうあるん、そっちにはあるんですけど、オルタネーターにはないかなって思います。まあそれの最終的な判断は各々によるんですが、まあ気に入ったら買ってもいいかなって俺は思いますね。オルタネーターのシールド削る時の音がめちゃくちゃ好きなので、キャ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 パキーンみたいな、試合終盤でこんな打たれたらもうシールド削られまくって、もうすごいストレスなんだよね。キャ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 パキーン。はい、ということで今回は以上です。今回は一旦原点に戻って、やっとスキンの紹介に戻ってきました。最近ね、結構いろんな動画の方針とか悩んでまして、いつもと違う動画を出してしまって本当すいませんでした。原点にして頂点、初心忘れるべからずのこの言葉の本当の意味を今回皆さんからいただいたコメントで理解することができました。登録者に1000人まであと300人ちょっとっていうからねところなんで、皆さんと共にこれからも頑張ろうと思います。ということで、今まで秘密にしていた登録者1000人記念は何をするかというと、生配信をします。この時に自分の初プレイ映像を生でお届けしようかなって思います。ここまで見てくれてるってことは相当ね、自分の動画を気に入ってくださってる方々ばかりだと思うんで、今回これ登録者1000人記念の生配信よやるよっていうのを先行で発表しました。いやもうこれ秘密ですよ。本当はね、登録者800人くらいになったら言おうかなと思ったんですけど、やっぱもうね、もう動画の最後まで見てくれてる方にはもう先行で発表したかった。ぜひ楽しみにしてください。この動画ね、参考になっている方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。この動画を見てくれている皆さんがバツネジの子さん視聴者だよっていうことを胸を張って周りに自慢できるように、これからより一層頑張っていこうと思いますので、すいません長くなっちゃったんですが、また次回の動画でお会いしましょう。終わりー。